ハマグリ族は、二枚ガイなマルスダレガイ科の一族である。族のタイプは、ビーナスメリトリックスリンネウス1758。殻は大型で硬く、表面は平滑。内側に、真珠層はなく、白色を呈する。丸みを帯びた三角形をしており、特に前縁が丸く、後肺円は緩やかに湾曲する。後端は狭くなるとと,ともに、拡張は高まる。 小月名や縦面を書く。種馬、前川場を持つ。当選湾入は浅い。さらに複数種が東南アジアからインドを中心に生息するが、ミキサイ種などもあって、分類は未整理とされる。昭和後期からハマグリの全国的な減産に伴い、中国大陸と朝鮮半島から別種のシナハマグリが大量に輸入されるようになった。輸入されたシナハマグリは、 日本の戦海域で一時蓄養されても、国産、県産や地ハマグリなどの表記はできない。しかし、例えば、三重県桑名市などでは輸入した、品ハマグリを海に3ヶ月ほど付け国産として出荷するなどしていた例があるが、このような外国産の蓄養品を国産と呼ぶのは、ジャス法違反となる。しかし2009年には、やはり、中国産の品ハマグリを国産と偽った。 水産業者が逮捕されるなどの産地偽装事件が起こっている。その他、これら遺品が潮光場で巻かれたりもしていることから実際に見られるハマグリのほとんどはこの品ハマグリである。千葉県レッドデータブックでは標準和名のハマグリは野生絶滅であり、現在千葉県で産するのは九十九里浜産の朝鮮ハマグリ、または 潮干狩りのために放流された品浜リである。三重県産のものも、その手はク名ナの焼け浜リの地口などで古くから有名だが、現在、ク名ナ産は数十トン前後である。ク産ナマ浜リの復活へ向けて、人工干潟の増生などの取り組みが行われている。四日市、クスノキの輸入品浜リは出荷日本一である。茨城県産のものも、 ハマグリとして売られているが、これは、朝鮮ハマグリという外海の砂浜を生息場所とする別種で、和名には朝鮮がついているが、輸入品ではなく鹿島灘などを主要産地とする在来種である。市場では、地ハまぐりや鹿島灘ハマグリの名で流通することが多い。このほか缶詰やむき身などの加工食品には、ベトナム産のハンボリハマグリなども多く使用されている。 日本におけるハマグリ類の漁獲口の推移を示す。この統計のハマグリ類にはハマグリ、朝鮮ハマグリ、シナハマグリ等が含まれる。ハマグリにまつわる話で具体的な内容が記されているものとしては、奈良時代の日立国風土器に登場する大串のハマグリの話が古く、日立の鹿島灘に生息する朝鮮ハマグリは日本古来のハマグリの一種として古くから ハマグリ、ハマグリ、ハマグリと呼ばれていたことが確認できる。ご石の白石の原料に、朝鮮ハマグリの大型半化石を用いる。日向ハマグリも石の記事参照。ありがとうございます。